ST の次世代車載用ドアゾーンシステム IC は電力効率を高め、将来の自動車の電動化を実現する革新的なソリューションを提供します。自動車の電動化は完全な電気自動車を実現するだけでなく、電動化の拡大に伴ってメカニカルな部品やリレーの代わりに電子部品が実装され、新たな機能が搭載される場合もあります。さらに将来的にはセンサーによって歩行者や自転車の接近を検出し、ドアの開閉を自動制御する、スマート自動ドア開閉機能など、新しい駆動コンセプトに基づいて、ドアゾーンのあらゆる機能が自動化されようとしています。ST の新しいドアゾーン向け製品ファミリーは、車載ドアアプリケーションを管理するために必要な様々な主要コンポーネントと機能を一つのパッケージに集積するように設計されたシステム IC で構成されています。ここで示されるような機能群をワンチップに集積した例としては、ST の L99DZ100G ドアゾーンシステム IC があり、各種スタンバイモードやリンおよびハイスピード CAN、物理通信レイヤーなど、高度なパワーマネジメント機能を備えた電子制御モジュールを実現します。その他、ST の広範なドアゾーンポートフォリオ製品群には、L99DZ200 など、リアのドアゾーンのパワートランクアプリケーションに対応したものもあります。L99DZ100G を用いたフロントドアゾーンシステム制御のデモを次に示します。ドアモジュールエレクトロニクスは、現在、電子ウィンドウリフト、セントラルドアロックなど普及しています。さらに、車両のグレードによっては多くの機能群が求められ、同時に車両中のハーネスの削減、重量や消費電力削減を目的として、部品点数を少なくして分散制御のための統合 IC が必要になってきます。ドアゾーンシステム IC の最新製品である L99DZ100、200がフロント及びリアのドアゾーンの統合 IC として対応できます。ドアモジュールはモーター、ランプ、ヒーター、リレーなどのアクチュエータードライバー、車載ネットワーク通信インターフェース、コントローラー、パワーマネジメントから構成されており、こちらのデモではドアゾーンシステム中の各種アクチュエーターを一つのチップで制御できる実現例を示しています。まず、海外の高級車で見られるサイドミラーの電子クロミック制御。電動ウィンドウリフトの制御。サイドミラーの格納。サイドミラーの位置決め。サイドミラーの LED ライトの制御。ドアロックのロックアンロックなどがあります。